おととい、石川県七尾市を訪れたのは、在新潟県ベトナム人会のメンバーなど6人です。食料や衛生用品などの支援物資を届けました。在新潟県ベトナム人会は、能登半島地震で石川県に住む外国人も多く被災したことから支援を計画。ベトナムの旧正月デッドに近いから、ベトナムの、お袋の味を味わってほしいです。支援物資のほかに、県内のフードバンクなどの協力を得ながら、ベトナムの正月料理で、もち米や豚肉などを蒸して食べるバインチュンを作り、石川県で暮らすベトナムの技能実習生などに手渡しました。